今日はルカね13周年の誕生日ですね。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。はい、どうもこんにちは、バシートミクとリンです。はやとさん、本日はですね、ルカね13周年のお誕生日として、すいません、ちょっと遅くなっちゃったんですけども、お誕生日動画あげて、まあ、あげようかなと思いまして、今撮っております。はい、今年からですね、ミクちゃんの動画で、私の動画で、なんだ、ゴジラとかウルトラマンとか、その辺をちょっとね、覗くって言ったので、とりあえず今、ボカロメンツだけでやってるんですけども、まあ悪くないのかなと思います。ルカねのグッズとかをね、ワード並べるのも良かったのかもしれないんですけども、ちょっと時間がなかったので、今回は全員でのお誕生日ということにさせていただきました。はい。今回、ルカの13周年の誕生日で、今日、セカライの、公演最終日があったんですけども、まあ、特に、ルカねのお誕生日をお祝いするっていうのは動きはなかったみたいですね。見てる限りだとね。はい。なんで、まあ、その辺は、個人的には、良かったのかなと思いました。もし、ルカネの誕生日もお祝いするような動きがあったのであれば、ちょっと、行けばよかったなと、とこもあったんですけどね。まあ、その辺はしょうがないのかなと思います。はい。で、特に新しい情報が流れてね、来てるわけでもなさそうなんで、なんか YouTube でルカネの、ミュージックビデオがね、配信されましたぐらいしか情報がなくて、あとプロセカの方では、ルカネのね、お誕生日ユニットが新しく出てきたということで、それなりにね、強いルカネらしいので、後でちょっと動画を回してみようかなと思ってるんですけども、はい。何せよね、無事に13周年の誕生日迎えられたということで、お祝いできてよかったなと思います。ちょっとギリギリになっちゃったんですけども。はい。で、今回ケーキなんですけども、またフロさんのところでね、買ってきました。今回はね、いちごの、ロールケーキがありましたんで、ピンク色ということもありまして、買ってきました。はい。じゃん！ちょっとミクちゃんにどいてもらうと、中身がね、若干わかるかなと思うんですけど、こんな感じになってて、いちごがすごい美味しそうなんでね、はい。ルカで喜んでくれるかなと思って買ってきたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、毎年言ってることなんですけどもね、今年に関して言うのであれば、なんだ、レン君のネンドロイドドールデビューした時に言ったんですけども、ネンドロイドドールでもいいので、ね、ルカネの新しい可動フィギュアなんか出してほしいなって思うんですけどね。どうなんでしょうかね。新しい、エンジンもまだ来てないので、ミクちゃんはニュータイプ来ましたけども、その他のこのね、ニュータイプもまだ来てないので、その辺もなんか新しい動きがあればいいなと、毎年毎年つぶやいておりますね。はい。なんか新しいグッズとか来たらね、またレビューしてみたいなと思います。はい。というわけで、ルカネ13周年のお誕生日の動画とさせていただきます。紹介したのはバシーと、ミクとリンでした。はい。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。ミクとリンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価。お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーと、ミクとリン、チャンネルを、お願いします。